1917年に発行されたカナダの参戦ときて、原画はロバート・ハリスの1884年の絵画、連邦結成の不祖。連邦結成の不祖はカナダ連邦の結成に先んじて行われたシャーロットタウン会議、ケベック会議、イングランドで開催されたロンドン会議のいずれか一つ以上に参加した36名の人々の総称。下に掲げるリストは シャーロットタウン会議、ケベック会議、ロンドン会議の参加者の一覧であり、各会議の出欠状況を示している。ビクトリア女王は連邦結成の母と称された。連邦の結成における女王の役割は、ビクトリア女王誕生日が祝日とされているように、カナダでは広く認知されている。上記のほか、さらに4人の人物が連邦結成の不祖に加えられてきた。 シャーロットタウン会議の記録係であったヒューイット・バーナードは一部の論者たちによって連邦結成の不祖の一人とみなされている。1867年より後に連邦に参加した3地域それぞれの指導者たちも連邦結成の不祖として言及されることがある。ルイリエルが設立した臨時政府は最終的にはマニトバ州として1870年に連邦に加わった。また、 アモールでコスモスはブリティッシュコロンビアに民主主義をもたらし、また1871年にこの地域が連邦に参加する上で重要な役割を果たした。ニューファンドランド島がカナダ連邦に加わったのは1949年であるがその指導者ジョイスモールウッドはその当時ただ一人の生きている連邦結成の不祖と称された。ありがとうございます。